は今日も目黒二課を待っている。約束の時間は過ぎているけど、まだ許せる範囲だ。泉マリン君だよね。そうだけど。私は深町モア、モアって呼んで。深町で。ニコニコ遅いね。あんたもニカを待ってるのか。モアのことクジライ様から聞いてない？ニコニコからも？誰からも何も。昨日の夜中というか今朝というか、クジライ様と話したよね。話した。なるほど、なるほど、なるほど。モアはクジライ様が主催する渋谷オールのスタッフ。クジライ様からマリン君を手伝うように言われたので、マリン君がニカニカを誘ったって聞いたから、ニカニカと話してモアもここへ来たわけ。マリン君、最強の魔法使いになるんでしょ？渋谷オールはマリン君を全面的に応援します。何か面倒が起こる予感がした。でもこの状況を招いたのは俺だ。話を聞いてもらえるのが嬉しくて、それとも会話に飢えていたのか。俺、最強の魔法使いになりたくて。最強か。最強ってもいろいろあるよね。シンプルに最強、最強の魔力、最強の戦闘能力。わあ、夢が広がるな。想像しちゃうね。最強の魔力であらゆるものを吹っ飛ばす。俺を押さえつける。あれとかそれとか。そりゃあ気持ちいいだろうな。あ、ニカニカ。モーちゃん、久しぶり。久しぶり。最近オフィスに来ないよね。勉強あるから。もう受験か。教えたがりのクジライ様をもっと使えばいいのに。うん。ねえマリン君、私と行きたい危険なところって、あの中？ああ、中は森が広がっている。そこで作業を手伝ってほしい。作業自体は簡単だ。行く。行きたい。行こう。じゃあ早速行っちゃう。マリリン。あ、緊張してきた。うん、一応断っておくけど、モンスターがいる。ニカは覚えてるよ。金曜日のやつだよね。そう。でもあれだけじゃない。要するに危険なんでしょ。イントロはスキップ。ピッ。は？詳しく聞いたら怖くなるかな。風よ、我を解放せよ。初めて。アナザー？ホグのこっち側のこと。ギルドが支配する世界だよ。ああ、それなら知ってた。本当かな。この森はドミヌスの森、そう呼ばれているらしい。しばらく行くと大きな門がある。途中ボス的なモンスターがいたけど、前回来た時に俺が倒しておいた。自慢してるし。何を手伝えばいいの？まず門まで行こう。実物を見ながら説明したい。あ、門だね。そう、あの門を開きたいんだ。構造上一人じゃできない。なるほど、私たちの出番だね。
行こう。門を開くとどうなるの？イントロはスキップで、具体的なことは知らない。門を開くと風が吹く。すべての門を開くと風がつながる。風がつながればドミヌスに会える。そしてドミヌスは俺を解放する。解放？自分で自分を抑えることってあるだろう。誰だって同じだろうけど、魔法使いは特に気を使う。わかる。息が詰まるよね。コソコソして顔色伺って遠慮してたまる。自分で抑えなかったら周りが無理やり抑えつけてくる。抑えるというか、バーンと上から来る感じ。ほら、なんだっけ、出る杭は打たれる？そうか、魔法使いは出る杭なんだ。ドミヌスはそういうことから俺を解放してくれるはずだ。解放された俺、抑圧しない、されない俺、これって最強だと思わないか？つまり解放されることは最強の魔法使いになることと同じだ。俺はそう信じることにした。森と門はこうして実在する。だから風もドミヌスも実在する。だからきっと俺は最強になれる。面白そう。よっ、マリン君。マリン君、倒したって言ってたよね。別のやつだと。歯切れ悪。俺に任せろ。遠慮すんなって。向こうにも同じものがある。こっちを見てくれ。そっちとこっちでタイミングを合わせれば門が開くはずだ。じゃあやってみよう。大きな株。1、2、3。なんだよ、何も起こらない。風はどうしたんだよ。あ、ウィザード？違うみたい。なんだろう。風は魔法の海を渡る。これって呪文だ。次のフォグに森に入るための呪文だと思う。帰ろう、渋谷へ。風は魔法の海を渡る。魔法の海ってあの海かな？あの海？ああ、あれか。魔法使いなら誰でも知っているあの海。臨死体験って言うんだって。普通の人はお花畑とか白い光の世界とからしいよ。ニカは何があったんだ？中1の夏休み、誘拐事件の被害者だったの。すご。マリン君は？俺は中2。自転車で爆走してたら交差点で。怖いな、想像させないでよ。おかえり。風はきっと吹くよ。だといいな。クジライ様曰く、魔法は想像の世界と現実をつなぐ力、信じるほどに強くなる。なんかつながってるような気がしたから言ってみた。マーリン君が信じなくてどうするの？ねえ、まだ時間ある？いいよ、パフェとか食べてく？私
別のフォグを知ってるんだ。ああ、そっちか。どこだ。道玄坂工事の小さな路地。道玄坂工事、ドンキの向こう側だよ。お付き合いしますか。これ呪文を試してみよう。風は魔法の海を渡る。世界をつなぐ私の血潮。何それ怖い。初めてじゃないんだな。うん、でも一緒に来てほしいんだ。マリン君の力が必要なの。モアちゃんの力も。もう頼られると燃えるね。どうしてこの森を知ってるの。長い話だよ。じゃあいいや。いや、知りたいって。3月だったかな。友達が自分のママの様子がなんだか変だって気づいたの。仕事も休みがちになって、会社から電話が来るようになって。あ、そこんちパパがいないのね。で、ママは仕事は休むのに時間構わず出かけるようになって、心配だからこっそり後をつけたらルブルムを買っているところを目撃。その時ママがルブルム中毒だって分かったの。それで友達はママを尾行してフォグや呪文を知ったんだね。うん。それでその子に相談されてここに来てみたんだけど、モンスターだらけで疲れて結局諦めた。そこでモアたちの出番だね。お願いします。人が良すぎる。友情だよね、愛だよね。さあ行こう。あ、ここから先は初めて。じゃあしっかり探さないとね。名前は。そのニカの友達の母親の名前。栗山冬子さん。栗山さーん。違うの来た。行き止まり。いや、先が見えないだけだ。本当に行き止まりならそれを確かめないと。怖いね。でも森の中は全部探したって納得したいだろう。そうしないとまた来ることになる。うん、行こう。あ、なんとかキャニオンとかなんとかバレーとか、そんな風景だった。あれ見て。なんとなく悪の組織の本拠地って感じ。もう少し一緒にいてくれる。こんな広いところ俺たちだけじゃ探しきれない。私の気が済むまででいいから。やれるだけやった、自分がそう思えるくらい。その友達に借りでもあるのか。うん。それでは栗山冬子さん捜索隊出発です。栗山冬子はいないみたい。魔法使いダムドかな。私たち何を見てるの。頑張れ。これ逃げた方が良くない。ゲー。モアちゃん、マリン君巻き込んでごめんね。謝る前にすることあるだろう。俺が時間を稼ぐから服
深町を連れて逃げろ。おいおいおい、モアが弱いことになっとる。ふん、ふふん。一時退散、大賛成。二人が言うなら仕方ない。俺たちは何を見たんだ。魔法使い狩りみたいな。うん、栗山さんもあんな目にあったのかな。また来よう。うん、ありがとう。俺にとってはいい経験だ。最強への試練、そんな感じの。ねえ、それはそれとして早くここから離れようよ。モンスター来ちゃうかもよ。ただいま。会いたかったよ、道玄坂コーチ。なんだか森や荒野の後だと平和だな。次の封門はいつ行く。他のホグを知らないんだ。森の入り口がわからない。そうなんだ。ホグを探す方法ありますぜ。渋谷オールに任せなさい。